シュテンスは小惑星帯に存在する小さな小惑星の一つである。1969年にニコライ・チェルヌイフによって発見され、ラトビアの天文学者のカールリス・シュテンスにちなんで命名された。2005年8月にヨーロッパ南天天文台で行われた観測によれば、シュテンスは直径約 4.6km の E 型小惑星である。 この E 型小惑星は珍しく、2010年現在、太陽系の中で数十個しか知られていない。また、2006年3月に、無人探査機ロゼッタによって撮影された。この際のロゼッタとシュテンスの距離は、約 1.5908km であった。この撮影によって得られたシュテンスの高度曲線の分析結果により、シュテンスの自転周期はおよそ6時間で、 不規則な形状をしており、衛星は持たないと推定された。さらにローゼッタは2008年9月5日に、シュテーンスに 803km まで接近し、フライバイによる化学調査を実施した。なお、この際のシュテーンスとの相対速度は8.6であった。これによって、シュテーンスの表面の約6割の詳細画像が得られた。この際に撮影された画像によって、 シュテインスには尖った箇所が存在した上に、アルベドが比較的高いため、その形状はブリリアントカットを施したダイヤモンドに例えられた。なお、シュテインスの表面には、そのサイズに比して、大きな直径 2.1km のクレーターや、一直線上に並んだ7個のクレーターなどが発見された。さらに、その後の画像の分析などから、ダブルパイル構造であること、 ヨープ効果によって現在の形状が形成されたこと、シュテンスは逆光辞転していることなどが発表された。なお、ロゼッタがチュリモフゲラシメンコ水星へと向かう途中に接近した二つの小惑星のうちの一つ目がシュテンスである。参考までに、もう一つは2010年に接近したルテティアである。2012年5月11日に、 国際天文学連合惑星システム命名ワーキンググループにより命名された地名が発表された。シュテインスに見られた平坦な地域は発見者にちなみチェルヌイフ地域と命名された。またクレーターはシュテインスがブリリアントカットを施したダイヤモンドのような形状をしていたため宝石にちなみ命名された。なおロゼッタがフライバイした際に シュテンスの表面で詳細を撮影できた範囲は約6割である。この画像でシュテンスの南極側には直径2 1トルのクレーターが存在したことが判明した。これが今回撮影できた範囲で発見された最大のクレーターであり、このクレーターはダイヤモンドと命名された。シュテンスの地域の名はシュテンスの発見者に由来する。 シテンスのクレーターの名称は、様々な宝石の種類の故障に由来する。X 型小惑星の中でも、E 型小惑星は、アルベド、つまり、光を反射する、割合の比較的高い小惑星として知られている。ヨープ効果とは、物体が光を吸収して、それによって加熱されたために、赤外線を外部へ放射した結果、放射した赤外線によって物体から、 熱だけでなく、光子も放出される。この光子が物体の運動量を持ち去るために、物体が減速する作用を指す。この結果、比較的早く自転している、ダブルパイル天体である主ンスの場合には、主ンスを構成している物体が、その赤道に集まってくる。よって、自転軸の方向に尖った形状を有するようになったと考えられている。レフレンス,ス ABCDEF ロゼッタ、S、オサイリス、カメラズリビールザネーチャーオブアステロイドシュタインズ。ヨーロピアンスペースエージェンシー2021年5月25日、閲覧。探査機が見た、小惑星。JAXA、P5、2019年3月12日閲覧。No.57、ファーストソーラーコンジャンクションフェーズ。エササイエンステクノロジー、ヨーロピアンスペースエージェンシー。 2014年11月15日、閲覧。オサイリスカメラオンロゼッタアブテインズ、ライトカーブオブアステロイドシュタインズ。ヨーロピアンスペースエージェンシー。2021年5月25日、閲覧。マリック、タリク、ヨーロピアンコメットプローブスウィングスパストアステロイド。スペースドットコム。h t t p w w w スペースドットコム、ミシャンロンチス。 080905ロゼッタ、スタイムズフライバイ、HTML2014 年11月15日、閲覧。エンカウンターオブ、A Different Kind、ロゼッタアブザーブスアステロイドアート、クローズクオーターズ。ヨーロピアンスペースエージェンシー、http コロンスラッシュスラッシュ www.esa.int スラッシュアワー、アクティビティーズ、スペースサイエンス、ロゼッタ。 エンカウンターオブエイディファレントカインドロゼッタアブザーブスアステロイドアットクローズクォーターズ2009年5月29日閲覧 E タイプアステロイドシュタインズアズイミジドバイオサイリスオンボードロゼッタありがとうございます